お疲れ様です。お疲れ様です。ケノさん、はい、今日もまたこちらに来てます。どこでしょうか？これはですね、はい、東京の新木場っていう場所で、これも駅ですね。東京新木場駅の前ですね。今日は全日本プロレスで新人の入門テスト、公開の入門テストがあるんで、これはちょっと潜入しようと思って。あれですよね、潜入じゃなくて、言い方間違えた。あ、そうか。普通にあれですよね、ちゃんと試験官みたいな立ち位置で呼ばれてるから僕らを呼んだって。呼ばれてないんですよね、別に。今日は試験官でもないし、はい、だから俺はちょっとこう外側から見る感じになると思う。失礼だけど呼ばれてないんですよ。呼ばれてないでしょ。だってあれじゃん、俺のチャンネルってことはもう呼ばれてないでしょ。どう考えても勝手に俺がやってるだけだから。じゃあもう、エースの目からこう、そうそうそう、見ると。そう、それが今日はね。で、これをね、 YouTube を通してこういうのが入門テストなんだっていうのもね、世の中の皆様にお伝えできればなと思いますけどね。夢を見る方たちにのね、エネルギーをね、感じに行きたいなと思いますね。とにかく行ってみましょうってことですよ。行けば何となく分かりますから、行ってきましょう。やりましたね。だからこういうとこからその元気の良さとか、そういうのもね、すごく大事になってくるんですよ。やっぱこういうとこでね、気合とか大事ですよね。井上選手が一番最初で、あとは今、私が全県の番号順に並んでください。はい、はい、はい、お願いします。はい、運動もなかなか難しいですから ね、はい、ね、簡単なように見えてね。はい、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 いや、全然ないですよ。硬かったですね。こういうのって意外とやらないですよ、柔道とかね。結構やっぱりね、こう準備してきてるんだなっていう感じも分かる人も分かりますよね。本来は大事ですけど、でもこれちょっと異様な空間じゃないですか。まあまあ、でもね、それだけ人生をかけてるのかっていうのはやっぱ声に出ますからね。こういうのも、ね、上がらないですよね。選手もね、こういう見本を見せるっていうのもやっぱりね、非常に大変な仕事ですよね。ええ、いやいや、僕らはもう5名とかじゃなかったですかね。これ何名ぐらいですか？10名ぐらいですか？俺ね、お客さんの前ではやらないから、そういうこと。できるんですよ。でもやっぱり今のこういう目指す子って基本的にこういう運動神経がいい子多いですよね。でもね、これでね、自分のやっぱ表現するのもね、テストの一つですからね。試合やらないですよ。ただもうこの時期はできなかったですよ。入門テストは全然できなかった。でもね、全員できるよ。はい、今全日本のレースだ。これはね、基本的にやるのよ。練習で普通に。何の特別なことでもないっていう。はい、みんなすごいね。すごいって俺が言っちゃダメなのか。はい、
きい動きに見えるけど、こういうのが積み重ねなんですよ。そう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 。はい、バトンドが終わりましたね。次から基礎体力トレーニングの方をやらせてもらいますので、1番、2番、3番、4番と、2人の泳ぎ選手のこういうの見れる貴重じゃないですか。これ何するんですか、今から基礎体力。声を出せるかっていうのがすごく大事で、これ地味でしょ。こういうことですからね、プロっていうのは。華やかな場にはそういうことがある。そういうことですよ。普通ですから、これが当たり前なんで。でこの声の出し方でも、これが業界のもう当たり前のことなんですよ。一応俺も何番がいいっていうのをちゃんとメモっとかないとね、聞かれるかわからないけど。これもきついよ。人に伝える商売だから、元気がないやつに何の魅力もないでしょ。その技術を生むんじゃなくて、剣道さんみたいに元気だけの感じがいや、俺元気だけじゃないだろ、中身があるんだろ。するときの機敏に動いてるかなと見られてますからね。実はね、本当にタラッとやったらね、そこがね、実はね、こういうテストなので意外と見られてます。なんで声出すかっていうと、やっぱりエネルギーですね。その素材のエネルギー、どういうエネルギーを持ってる。回数はやっぱ膝に悪いってことがあるから、スクワットは500回とかじゃないですか。ただこれ100段から本当に序の口の序の口で、うん、
ちろんね、準備してないってことだよね。100もできないから。だっていっぱい出てるじゃないですか、まあ、メニューって。やっぱりここで準備してる人間と準備してる人間がもう面目分かってるでしょ、こういうところでやっぱりね、やってきたのを見せるぞって顔してますよね、表情がいい。当たり前だからね、むしろこれもうあれですよ、10分の1とか5分の1とかそういうレベルですからね。こういうところで座り込んじゃうと見られてるからね、きつくてもきつそうに見せない。まあ、これが10分の1、5分の1の話ですからね。じゃあ最後に、アピールタイム1番から順番に1分以内でもし何か1人でできるアピール、いや俺ぐらいだよ、俺18歳ってさ、18歳ってんだよ、歌わけないでしょ。自分は北海道で生まれ、素晴らしい友達、そして何より素晴らしい家族に囲まれて成長してきました。そんな素晴らしい存在と離れてでも僕はプロレスをする覚悟があります。そして僕はこのプロレスでそんな素晴らしい人たちと、素晴らしい人たちの恩返しをしたいです。長岡市、よろしくお願いします。こんにちは、5番寺田作人といいます。高校3年で18歳です。ここで自己アピールとかしたかったんですけど、自分には人と違って得意ということがないんですけど、その分気持ちは絶対誰にも負けないと思ってます。見てる人たちに楽しいって思ってもらったり、僕見てレスラーになりたいなと思ってくれる子がいたら嬉しいって、そんなレスラー目指して頑張ります。今日はありがとうございました。お願いします。お疲れ様でした。いや、約1時間ぐらいですね。そうですね、こうやってプロレスの入門テストっていうのがどういうものかっていうのをね、お伝えできたんじゃないですか。これ結構リアルにこういう感じなんだとか、まあ宮原健人視点から見たらこんな感じなのかなとか、そういうのも交えてできたんで良かったのかなと思いますけどね。ただね、やっぱこういう YouTube を通してなんかこうプロレスっていうものをね、やっぱさらにどういう仕組みで入門するのかっていうのも多分知らない人多いと思うんで、なんかこういうのをね、絶対僕は世の中に伝えたいなとかあったんで、ただやっぱりこう努力をねしてきた人間と努力をせずに、まあ自分なりの努力をしたとしても、やっぱりまあ分かると思うんですけど、最後ら辺はね結構分かれてましたね。だからきつくなった時にありがとうございますとか、ああいうはいとか、そういう風なことが言えないとプロレスは難しいですよね。やっぱコンタクトスポーツだから、自分のことばっかり考えてたらなかなかプロレスって難しいんで、そういう部分でも見られてますからね、ああいう入門テストでは。ね、僕らのそのこのチャンネルは、まあ、ケントさんメインの視点なので、フルでちゃんと見たい方は、そうです、もちろんもちろん僕視点なんで、基本的に宮原健人の横顔のみでお届けするそうですよ。それがでも宮原健人の YouTube の意味合いがありますからね。そうです、近い方がいいですから。いやでもあれですね、やっぱりね、こうやって入門テストがね、こうやってお客さんに見られながらやるっていうのもね、若い選手子たちもね、人生のいい経験になったでしょうからね。まあ、それでもし入門したら、それこそお客さんの前で試合するわけですから。ただそのためには相当な努力が必要だと。これはスタートよりもまだ行ってないですからね、入門テストって。いわば厳しい言い方をすれば、僕から言わせればスタート時点にも立ってないんで、今回前編通して、まあ、このチャンネルとはちょっといつもとは違うように結構真面目な感じでお送りしたんですが、まあ、ケントさんにとってそのプロレスラーで、まあ、入門してでもいいですし、入門する前でも一番大事だったことって何ですか。でもね、やっぱなんだかんだね、プロレスが夢だっていうことが一番でかいんですよ。寮生活が始まったり、自由がなくなったり、練習がきつかったりするじゃないですか。やっぱりそういうのに残ってしがみつく人間というのはやっぱり夢が溢れてますよね。なんかこう
あんまりね、こうかしこまり、なんていうんですかね、頭でっかちになっちゃダメですよね。俺はプロレスラーになりたいんだみたいな、なんていうんですかね、すごい、なんていうんだろうな、夢、とにかく夢ですよ。もう本当手探りな感じで。多分ね、でもおでち、それってプロレスに限らないんじゃないですか、おそらくと僕は思ってるんで。だからそういう、ああいう体力ももちろん必要なんですけど、やっぱ最後見られてるのは気持ちですからね。うん、今日見られたのは気持ちですよ。こういう声を出し方とか、人となりの目つきだとか顔つき、そういうとこ見られてますからね。ただ強いだけとか、ただできるだけじゃなくて、うん、基盤がしっかりないとって何事も、まあ、そうですよ。そうです、だから本当だってさ、あの今日プロレスファンの人が見たことも、え、こういう練習してるんだとか多分思った人も多いと思うんですよ、はい、でもあれって当たり前の当たり前の練習なんで、ここからプラスアルファいろんな練習が加わってくるわけだから、うん、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。でもね、こうやってこういう YouTube を見てくれてる人たちも何かね、プロレスってこういう仕組みで入門するんだなっていうのもお伝えできたらじゃないですかね。うん、素晴らしかったね、良かったですね、良、はい、かったです。ありがとうございました。宮原健太の YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原健太の YouTube 最高。